第一次世界大戦後の1923年に、ダンツイヒで発行された100万マルクの紙幣のデザインになっているダニエル・ホドビエツキは、ポーランド生まれのドイツの版画家である。人生の大半を、ベルリンで過ごし、ベルリン美術院の校長も務めた。多くの書籍の挿絵を描いた。当時、ポーランド王国であったダンツイヒに生まれた。父親は、貿易商人で、母親は、 水数生まれで,でユグノーであった。16歳の時父親が没しダニエルと弟は教育を受けるために復職、宝石賞のおじの住むベルリンに送られて、エナメル画家のハイドから美術的な訓練を受けた。弟のゴットフリートも後に画家になった。1年後ユグノーの絹商人の娘と結婚し、ベルリンに住むフランス人コミュニティと密接な関係を持つようになった。はじめ、 当時の一般向けの印刷物であるアルマナックなどに絵を描くことによって画家として成功し、世界的に有名な版画家、挿絵画家になった。詩人のレッシング、ゲーテ、シラーの著作の挿絵を描き、バイスが出版した児童向け雑誌キンダーフレインドの表紙を描いた。一般書の分野でも、バゼドーやザルツマンらの著作にも同版画を描いた。当時、 ベストセラーとなったオリバー・ゴールド・スミスやセルバンテス、トバヤ・ススモレットの小説の翻訳本にもホドビエツキの挿絵が使われた。ホドビエツキは工房を作り多くの優れた職人を使い2300近い銅版画を制作した。油絵の分野では評価は高くない。1764年からホドビエツキはプロイセン王立美術院の会員であったが兵隊王。 フリードリヒ・ビルヘルム一世の時代は、美術院の活動は、低調なものであった。啓蒙的で、フランス文化に追随した、フリードリヒ二世の知世になると、ホドビエツキの友人の画家、ベルンハル・トローデが美術院の校長に任じられ、美術院の改革が行われた。ホドビエツキは1783年から、事務局長となり、展覧会の責任者となり、1786年から、 学部長、1789年から副校長となり、ローデの没後校長となり、修正その職にあった。息子のルイス・ギローム・チャードネースキーも、画家、版画家となり、娘のスザンヌ・チャード家も画家になった。ありがとうございます。